天根全県の一天全県は中華、人民共和国四川省が安市に位置する県。天明は古代は各にで、官庁は芝省に明治天根全地区を平定し、首都に主権を設置したのが天前県の前身である。新代になると主権は使用権と南北朝時代になると南西によりもみ用権、553年には正義により使用権と解消された。 618年、当庁は、四川地区の行政区画の調整が行われ、天根全地区には、洋経県が設置された。734年、旧市明圏県,県域に、市明、霊関、暗黒、和川の平鎮が設置、中東以降は高度市、陽度市が設置された。後との時代になると、門、はじむ、みやび、超火星、魚通、 寧えの軍民暗武士が設置された。創発は後職の行政制度が掃用されたが、元朝は1265年に、門、はじむ、宮尾の各暗武士を設置、後に六番小党氏、天前小党氏が設置された。秋夜になると1373年、天前小党氏は、天根前六番小党氏と解消され、四川不正氏の管轄とされた。1388年、 四川都市に移管された際に、天前六番小東福祉に改称されている。1729年、新庁は天根全州を設置。現在の使用地区には文州が設置されたが、同行年間に文州は廃止されている。中華民国が成立すると1913年に、北京政府により修正が廃止され、天根全州は天根全県と改称され、県秋道に属した。 1935年、中国共産党は、アマネ全権に進中、アマネ全権ソビエト政府を樹立。1939年には、成功省が新設され、アマネ全権も、その管轄とされた。1949年に、中華人民共和国が成立するとアマネ全権は、成功省が安全区の管轄とされ、1955年の成功省廃止に伴い、 四川省に遺憾。1968年には、ガーン戦区は、ガーン地区と解消された。2000年12月10日、ガーン地区が地球史に改変されると、ガーン史の管轄となり、現在に至る。ありがとうございます。